こんにちは、山ちゃんです。今日はサバ缶を熟成させたら本当に美味しいのかっていうのを確認したいと思います。今日は2種類のサバ缶を用意しました。一つはスーパーで一般的に売られている缶詰ですね。こちらは新しいものと古いものを用意しました。古い方は2022年12月の賞味期限。こちらは先日購入しました。2026年2月までの購入期限のサバ缶。こちらは富山のスーパーで購入したもので、この古い方ですね。こちらが130円から150円くらいで購入した記憶があります。で、こちらは先日スーパーで購入したのですが、270円となっておりました。倍くらい値段が違います。パッケージももう3年経ちまして、ちょっと変わっていますね。で、あとこちらは、ちょっと高いサバ缶です。こちらは令和元年秋サバ限定商品。で、こちらは令和5年冬寒サバ限定商品。ちょっと秋サバの缶詰が発売されていませんでしたので、こちらの新しい方は寒サバの缶詰を購入しました。で、賞味期限も古い方が22年11月28日。こちらは先日購入しました。スーパーではこの缶、サバ缶売っていないので、ネットで購入しまして、賞味期限が26年1月25日。これは古い方は道の駅青森なんですが、青森の道の駅で購入しまして、500円くらいした記憶があるんですが、で、こちらは先日ネットで購入しましたが、540円で購入しました。ちなみに送料は980円となっております。で、こちらの2種類ちょっと比較して食べてみたいと思います。まずは安い方のサバ缶から開けていきたいと思います。材料はサバ、国産、塩麹、食塩となっております。新しい方も材料は一緒です。では、開けてみましょうか。どうなんでしょうか。はい。開きました。どうなんでしょうね、これは。特に形が崩れた様子もなく、普通のサバ缶のような感じはします。では、新しい方はどうでしょうか。はい、開きました。どうなんでしょうね。特に変わりはないような感じですね。全く見た目は同じように見えます。では、今度はちょっと高い方開けていきましょうか。こちらは材料は八戸産のサバと食塩、
これは生のサバを使ってるらしいです。新しい方も材料は一緒です。では古い方から開けてみましょうか。はい、こちらも特に特別変わった様子もなく普通のサバ缶です。では新しい方を開けてみましょう。はい、ちょっとパッと見新しい方が白っぽい感じがします。ちょっと古い方がちょっと色が濃いような気がします。でも特に、変わった感じはしないですね。普通のサバ缶の感じがします。ちょっとこのままでは分かりづらいのでお皿にとって見てみたいと思います。では、安いサバ缶の古い方ですね。出てこない、出てこないぞ。こういう時はちょっとつついて、あ、ちょっと形が崩れた。ちょっと崩れてしまいましたね。はい、これはちょっと汁が飛んだので新しいのに変えて、次は新しい、これは安い方のサバ缶ですね。これも出てこないから、続いて、よいしょ、はい、こんな感じで、開きました。ちょっと新しい方は若干小ぶりのサバですね、入ってるのが。古い方は、これはちょっと大きめのやつが入ってる感じでしょうか。若干古い方がちょっと形が崩れてるような感じもしますが、実際味の方はどうなんでしょうか。ちょっと食べてみたいと思います。なんかちょっと、なんて言いますかね。若干ちょっと臭いような気しますね。なんて言ったらいいんでしょうね。ちょっと、癖がある感じですね。この発酵した、なんて言うんですかね。癖というのが、ちょっと出てるような味です。では新しい方、ちょっと食べてみます。
なるほど。これはもうはっきり味が違いますね。なんていうんですかね。フレーフォは、こうしっとりした感じですね。アタシオは明らかにパサついた感じで、口当たりはやはり古い方がしっとりしていいんですけども、なんて言うんですかね。確かにこの古い方が味はいいですね。まあ明らかに味で言ったら古い方がいいですけども、若干ちょっと、臭みのある部分もあるので、ちょっと苦手な方もいるんじゃないかなという感じです。こちらは、まあ、サバのサイズもあるんでしょうけども、こちらちょっと小ぶりなサバなので、多分サバ自体食べたらこちらのサバの方がいいサバのような、丸々としていいサバなんで、美味しいんだと思うんですけども、こちらちょっと細いサバなんで、まあ、それを考慮しても、こちらの方は、ちょっとパサついてて、どちらがうまいと言われると、私の個人の意見としてはこちらの古い方が味はいいなっていうふうに感じました。でもちょっとここまで寝かせなくても、どうですか、1年2年くらい寝かしたので味は十分じゃないかっていう感想を持ちました。ではこちらに安いのは置いといて、ちょっと汁こぼしちゃった、ちょっとお汁を拭いて、ではちょっと高い方のサバ缶を食べてみたいと思います。まず開けていきます。これが古いサバ缶、3年ものです。さあどうだ、出てこない。もうサバ缶はね、なんか最近取れなくて、なんか高いとかニュースでやっていましたが、3年前のサバですね。どうなんでしょうか。じゃあ新しい方のサバをいってみたいと思います。八戸産生サバを使用したサバ缶、出てきました。はい、まずこれはちょっとサバの差が大きすぎるような気がします。こちら古い方は丸々してていいんですけども、この新しい方のサバがでかいです。これはでかくて厚みがあって、これはサバ自体に差があるのかなっていう食べる前の印象ですが、実際食べてみたいと思います。では古い方から
味はいいと思います。ちょっとパサついた感じがしますが、この最初の安いサバ缶、安い方の古いサバ缶に比べたら何ですかね、身がしっかりしてますね。安い方はもっとトロッとしてたんですけども、じゃあこちらの新しい方の、缶サバを使用した八戸さん生のサバ、これはいいサバですね。太くて美味しくて、じゃあいただきます。このでかいサバやっぱりうまいですね。こっちの小さい方も食べてみましょうか。これうまいですね。これ正直私個人の意見としては新しいサバ缶の方が美味しいです。これ2つ食べてちょっと分かりましたが、これはサバ缶が美味しいか美味しくないかっていうのは多分サバの差ですね。これはもう見た目だけでも美味しいサバっていうのがわかるんで、明らかに大きくて厚みのあるサバが入ってて、でこちらも悪くはないんですが、やはりこっちの新しいサバ缶よりはちょっとサバが劣るのかなっていう印象を受けました。で安い方のこのサバ缶もこっちの古い方が見た感じ、この、こう、厚みのあるサバを使っていて、で、この最近買った新しい方が、ちょっと小さめなサバなんですね。だから、やっぱりサバでこれ差が出てるのかなっていう印象ですね。でもこちらの安い方のサバ缶は結構古い方はすごい熟成してるって感じがしましたね。こちらちょっとサバ自体油の乗りが今一つで、ちょっとこれ魚の差が大きいのかなっていう。でちょっとこの高いサバ缶、これはあまりあれ変わらないですね。なんか身が結構しっかりしてるんですよ、古い方も。新しい方はもちろんしっかりしてるんですが、あまり熟成したって感じがしないですね、古い方は。うまいですよ。うまいうまい。いやーでもこれが一番かな。これは最強だな、このサバ缶。これじゃ
って見るからにサバがうまそうですもん。このでかいサバで、うん、脂も乗ってて、これ一個だけ別格ですね。やっぱりサバですね、うん、ということで、サバ缶を熟成させたら美味しいのかというのを検証してみましたが、まあ、個人的な意見としましては、まあ、多少美味しくなるかなっていう感想を持ちました。でもサバ缶が美味しいか美味しくないかっていうのは、中のサバがいいサバか、この丸々と太いサバが入ってるの、これが美味しいっていうことで、ちょっとこの辺の小さめのサバになるとやっぱり味が落ちるのかなっていう、その辺が個人的な感想になります。ということで、サバ缶はほどほどに熟成させて、まあ開けた時に中身が大きくて立派なサバが入ってたら当たりということで、このように、これは多分買った中でも当たりの方だと思うんです。このサイズのサバはなかなかないと思いますんで、でこちらのようなちょっと小さいのを当たった場合は、まあ外れかなということで、まあ次回に期待して、またサバ缶を買っていただけたらなと思います。ね、3年熟成させたんですけど、あんまり味に変化がないですね、この3年前のサバ。うん、うん、うまいですけど、ということで、美味しいサバ缶を食べたいときは、美味しいサバが入っていることを祈って開けましょうということで、今回の検証を終わりたいと思います。このサバ、うまいわ。このトロの脂身の部分がもうトロトロ、うん、うまっ、うん、ご視聴ありがとうございました。